世田谷文学館は、東京都世田谷区南から山にある、博物館施設である。1995年に、東京23区発の近代総合文学館として、開館した。運営は、公益財団法人世田谷文化財団。東京都道311号環状8号線と、露化久し春園の近くに位置し、うてな創設者。 久保正吉の旧邸宅に隣接して建てられた。建物は地上3階、地下1階の構造となっており、展示室は1.2階にある。開設当初は1階を企画展示、2階を常設展示としていたが、現在は1階を常設展示、2階を企画展示としている。これは展示室の床面積が2階の方が広いためで、ある。 現在は年に5本の企画展と2本のコレクション展が開催されている。展示室以外の設備として、キッズスペースや授乳室も備えたカジュアルな図書室、ライブラリー本とは、講演会や映画上映会、コンサートなどのイベントを催せるオープンスペースの文学サロン、実物のゴジラの展示もある喫茶室、どんぐり、公共スペースとして貸し出しをしているレクチャールーム、 講義室がある。ムッにニーとはアーティストである、ムッ正マサヒコが作り出した作品のことを指しており、写真や映像では表現できない総合芸術の要素が含まれている。その作品は立体のからくり箱であり、動き、光、音楽など全てが絡み合った小さなストーリーボックスである。世田谷文学館の常設展示は、世田谷区にゆかりのある展示を中心に行っているが、 展示室入り口付近に、ムッドウニ製作のからくり箱が3つあり、これらは1時間ごとに稼働している。2007年にも、ムッドウニのからくり書物と題した企画展が行われたことがある。ありがとうございます。